さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の9日、朝の9時54分、佳子さまへの定期連絡ということで、今日の朝も今日は違うと、いう内容が、聞こえてきました。それとあと、昨日、狂言の、その公務にご出席されていて、そこでも今日の朝動画見たんですけども、公務の件について、あるっていうことを部屋に入ってこられた時、おっしゃっていただいていて、ああいうふうにしていただけると、分かりやすくて助かります。今日も会いに来るっていうことはないんだなということをこちらとしても分かっていれば、その日一日は自由に過ごせると言いましょうか。グレイの皆さんの YouTube にアップロードしている内容とか、そういったところとかとアクセスして、もともとライブとかの動画でも未来の時間軸からの僕と受け答えしてるんですよね。で、あと、そういうふうなところで、その日一日、ちょっと自由に過ごせるっていう、どうしても遊んではならないルールとか頭の中ちらついていて、昨日も夜19時過ぎに買い物外出るまで、遊んでない状態で、あんまりそれすると持たないんでやっぱりそう、朝からこう電波で今日は違うっていうことをおっしゃっていただいたら、その日一日のびのび過ごせるというところで、助かりますという部分ですね。で、あと一つ気がかりなのが、佳子さまの声で本当に体調っていう声が聞こえていたので、お体の方は大丈夫かなと。その佳子さまの体調じゃなくて紀子さまのことなのかなとも思うんですけども、そういった意味で今ちょっと行けないとか、そういうふうなことなのかなとかも思ったりもしますし、あまり丁寧な言葉遣いだとあれかと思うので、優しそうな言い方と言いましょうか、自分で言うのはあれなんですけども、佳子ちゃん、体大丈夫っていうことを、お伝えしておきます。心配しているということで、真面目に仕事取り組んでる時って多少体調悪かっても気丈に振る舞ったりだとか、外から見た目では本人の体調ってわからないことってたくさんあるんで、ちょっと心配してます。で、紀子さまの方なんですけど、一応昨日いくらか言いが優れないっていう記事でしたけども、その辺のところ、こちらの方で負担してみようと思ったりしたりだとか、それでちょっとこちらの方の体調が変化があったので、それぐらいだったら昨日今日とそれなりに寝てるんで、僕の方は全然こちらの方がこう思っても、全然こちら大丈夫なんで、ただずっとそういうことを継続してできるかっていうと、それはちょっと難しいですね。いつの間にかそういうふうなものを負担している状態が、すぐ解除されたりとかしてますんで、できるだけ睡眠紀子さまもとっていただいて、僕のこの経験からなんですけども、今までのこの状況から考えたら、やっぱり僕としても本当に保護しにくい連中とかいるから、やっぱり睡眠薬っていうのは必要だし、スポーツの方で起こされてる可能性もなきにしもあらずではあったんですけども、この間松山英樹選手のゴルフの試合とかありましたけども、試合してる場所がアメリカとかですから、彼の場合もう彼は間違いなくここの
僕の家まで来てるんですけども、まあ、例えばテニスの錦織圭選手はその偽名なんですよね。もともと航空自衛官で別のちゃんとした本名があるんですよ。でその松山英樹って、まあ、そこも僕と港川中学校同級生だった原田真一っていうものの可能性があるんですよね。でもし紀子さまが眠れなくなったとするのであれば、まあその辺のところの可能性もなきにしもあらずなのかなと思ったりもしてしまいますね。ただまあそこはゴルフなんだから、ゴルフ業界の人間がまず第一線で踏ん張りなさいよと。それは紀子様とかを、ま、あの紀子様とか皇室の人たちは巻き込んでダメよっていうことを、一応こちらの方で、述べておきます。世界のルールは法律、誰かが見てもらった瞬間その人は証人です。コンピューターとはエシロンというシステムがしっかりと、記録、まあ富岳もそうなんですけども記録をつけていただいていて、それ稼働でその日の試合を行うことです。以上です。まあ、今のはちょっとあのコンピューターに向けて言ったんですけども、お二人ともお体に気をつけて、日々過ごしていただけたらなと思います。以上です。今日も朝からですけど、ちょっとグレイの皆さんのあの動画、その真珠なんか面白そうな動画と思ったからちょっとそこでね、あの未来の時間軸からこう友好関係を深めると言いましょうか、まあ、昔からなんですけどね、まあいろいろ会話変わる、まあこの辺急にグレイのメンバーの人が歩いてたりとか、する時あるんですけども、その時もうほぼほぼ気づかないですよ。対象者が多すぎて、この間はね、僕より確か年上だったと思うんですけども、畠山貴則さんですかね、元ボクシングの複数の階級を、世界チャンピオンになれた方で、その当時日本で一番最初だったかもしれないですね。まあその当時は複数の階級をあの世界チャンピオンになるっていうのは珍しくて、で畠山さんがこの間の日曜日、あの日曜日ね、あの神戸市北イオンモールっていうところが、神津台っていうところが、まあ私の自宅からまあちょっと離れたところにあるんですけども、そこの岡場のところじゃないですよ、そこのイオンモールじゃないところで、その北の方 の、 あの神戸北のイオンモールの方で阪神タイガースの前監督の矢野さんがトークショーで来るということで、僕もそれちょっと行ってみようと思って、その今まで球団の勝ち負けの支払いとか、いやそれしてもらわなかったらこれさせられた方が頭なんかとかね、その順位云々とかもいろいろあるし、結局そのきつい目合ってるんだから、さお金払ってもらったらもらわなかったらしょうがないということで、もともと僕は二十歳ぐらいの頃に阪神タイガースのそのちょっと前の頃の監督の吉田芳雄さんがお金払うよっていうことでフルーツラファーが来てくれたんですけども、急に来られてもあの吉田監督が急に来るって分かってないから、吉田ですけどもって言われてもこれね、プロ野球選手全員に当てはまるんですけども、帽子取ったらみんな大体わからないから、本当に普段の髪型とか頭の中入ってなかったら、顔もそうなんですけども、レストランかとかで走り回ってる時に急に来られてそういうこと言われても吉田さんですか、あのお客さんが並んでたらね、そのすごいお見いたしますね、そちらの方にお名前書いてくださいだとか、そういう会話しかならないんですよ本当に。で、まあ、その件もあってね、その矢野監督に会いに行こうと思って、で13時前ぐらいのその前後ぐらいの電車に乗ろうとして、でまたそういう時に限ってね、普段何か外出る時に忘れ物なんかないんですよ。それが2回も忘れ物があって、急いで家にすぐ取りに帰って、いや電車の時間があるから、でもうバタバタなって、もう自分の家から駅に向かって走って行ってたんですよ。で何十メートルか走っていて、もうこれぐらい走ったあとはもう歩いていっても電車間に合うなと思った時に、歩き始めた時に前から現れたのが畠山さんなんですけど、サングラスかけてるんですよね。で、前日にその畠山選手と坂本選手に、まあ、日本人チャンピオンの坂本選手と世界チャンピオンの畠山選手、まあ、昔からあのライバル関係にあった
お二人なんですけども、その打ち合いのね、あのショート動画が流れてきて、前の日にそれ見たんですよ。でその翌日にね、あのそういうふうに現れたんです。もうこっちで時間駅の電車の時間のことで頭の中いっぱいじゃないですか。でこう来た時にね、思わずもうこっちもわからんってこう思ったんですよ。まあそれが畑山さんの方に伝わっていて、で畑山さんの方がマジでってこう笑いながら言うんですけど、自分からサングラスかけとわかるわけだ。で、あとこれね、もうあのボクシングっていろいろ階級があるから一概にそうとは言えないんですけども、基本的にね、僕なんかもうボクシングの人って基本的に自分より背の低い方たちが多いっていうイメージがあるんですよ。で、まあ僕と同じぐらいの身長なんですけども、畠山さん。まあ昔も何回かあって、まあ話もしたことあったと思うんですけども、その日ね、僕の顔がだいぶグレードダウンしていて、畠山さんが明らかに昔と同じぐらい若返ってたんですよ。本当に。で、一応マジでって言ったその瞬間、ある程度こう通り過ぎて2人の距離が10メートルなり20メートルぐらい離れた時に、あれ今の畠山さんかなって思ったんですよ。思ったんですけども、急に引き返して畠山さんの方に声かけるか、いや、あの神戸北イオンモールの方行って矢野明宏さんの方に会いに行くかの選択肢になるじゃないですか。もうそこ迷わず行こうになるんですよ、それ。そういうその瞬間的な時って、まあまあまあ、そういうふうな形で、結局畠山隆則さんとすれ違ったままになってしまったんですけども、それは会いに来たじゃなくてすれ違ったの話になると、まあそういうことになってしまうんですけども、まああとはまあ矢野明宏さんのトークイベントで、まあ私の方は立ち見だったんですけども、まあ比較的あの距離がまあ5メートルぐらいしか離れてないところで、まあ矢野さんが入ってきた時ステージから、まあそこからちょっと声かけて、まあ想像以上に周りの人たちとかの声とかで自分の声がかき消されてるなっていう状況だったんですけど、まあその辺のところは電波が伝えてくれてたみたいで、あの矢野さん、淡井圭介ですって言ったら、分かってるってこうやってくれてるんですけども、その後終わってからの話し合いとかその辺のところがね、何にもなかったですよ、本当に。もうこれ阪神タイガース訴えるしかない。これもともとね、試合中にも矢野さんが2球ぐらいだったら払うとか言ってちゃんと言ってるんですけども、そのモチベーション的にね、阪神タイガースの勝ち負けで僕が頑張るか頑張らないかで阪神タイガースの順位もうこれ決まってくるんですよ、完全にほぼほぼで、まあ、もちろん僕だけの影響じゃないんですけども、もうほとんど軸になってるのは間違いなく僕であって、で2021年から阪神タイガース最初開幕9連敗してるんですけども、そのいや矢野さんは、お金払うって言ってくれてるのにお金払ってくれないってこれどういうことですかと、これ経営者に置き換えて考えると、そんなものすごい賃金の不払いしてたら捕まりますよと置き換えて考えるとね。で、まあそういうふうなことをね、あのシーズン始まる前に、まあ神戸市の方にサンテレビっていうテレビ局があるんですね。で、まあ京都府とか、まあ関西の方で放送されてる番組だと思うんですけども、そこでね、熱血タイガース党とかいう番組があるんですよね。そこ矢野さんとそういう話で、しっかりとした回答とかがもらえなくてね、結局その開幕9連敗した時って、それ多分賃金の不払いみたいな形でね、まあ頭の中だから権利者だから、まあ 2.5% みたいな話し合いで物事済むのか、それともそのそれ相応の時間給の計算で、まあ労働時間を何時間としてみなすのかというところで計算するのかどうか分かんないですけど、僕もそんな例聞いたことないですから。そのペナルティみたいな形で開幕9連敗、野球ってないんじゃないですか、基本的にあのグラウンドにいる人たちね、野球はないの意味合いで最初は知ったやつ9連敗。もうその後僕も、もうなんか自分もこう、まあ阪神タイガース側だし基本的に
で、そのなんかこちらも気まずいてしまった、そこが9連敗、7連敗ぐらいの頃かな、た9連敗したぐらいの頃に、僕は、いやもう僕は今からでも阪神タイガース優勝諦めていませんよって言って、そこからものすごい猛追してしたんですけども、結局そのシーズンは最初の9連敗が決定的な勝ち星の計算でね、大体ね、まあ、80勝したら優勝できるんですよ、プロ野球のそのワンシーズンのそのリーグ優勝に関して。だけどやっぱりマイナス9、最初に9連敗したらマイナス9からでしょ、それ勝率5割まで戻すのに9連勝してやっと5割に戻ってくるでしょ、最初の9連敗もうそんなことじゃもう優勝なんかもうほぼほぼ絶望的なんですよね。で、まあけどまあその辺のところ踏ん張って一応そのシーズン頑張りましたけども、まあ結局無理だったんですけど、まあ、まあそんな困難の、部分がありましてと、まあ日々もどかしい気持ち、いろんな意味で河川水門開閉式生発電とか、まあそれはもう別に佳子様とか紀子様のせいにも僕はいたしません。どちらかというと国会議員の人たちの責任の方ですから、まあ、まあまあ今地震が発生してますからね、だからもうコンピューターの方もその辺のところでね、皇室の人たちとか、まあ、各都道府県知事とかもそうなんですけども、国会議員の人たちとか、まあ、河川水門開閉式ダム発電で攻めちゃダメですよっていうことは、まあ、私の方で今ここで記録として言っておいて、で、まあ、もう心当たりあるところから、その、紀子様もその体調、早く元通りになれた方がいいなと思って、まあ、かといって国会議員の人たちも、昨年みんななんかもう寝不足になってたみたいで。その頃もうサッカーの方がね、破竹の勢いもうずーっと負けてないんですよ、国際戦で。また1試合の得点の仕方と、大体5対0で勝つっていう巻き込みすぎやと。まあ結局今年の年明けも日本対タイの、まあ親善試合だから、まああんまりあれなんですけども、そこも5体で、まあそこ僕担当でやっぱり勝ちに行ってたんですけどね。それはね、サッカー選手のもう髪の毛染めてる人間とか負担すりゃいいんですよ。もともと海洋基本法違反なんだから。で、その目的は、その、髪の毛染める人間がいなくなるような方向性を持っていくためのルールであって、で、社会のルールは法律であって、そこから逸脱してない内容であると。まあ、そういうことですね。まあちょっと話長くなりましたけども、以上です。まあちょっとまあ楽しい話というか、和やかになるような話を混ぜつつ、状況報告しておいた方が、その、日々あんまりストレスたまらなくていいでしょう。まあ、そういうことも含めて、まあ相変わらず佳子様のことは好きですと。そういうところ、そういった、本日の、加古さんへの状況報告ということで、あとまあ皇室ご一同もつけておきます。以上です。お体には気をつけてお過ごしください。